が長くなったな。まだこんなに空が明るい。ちょいとごめんなさいよ。あ、近所のおばちゃん、何を急いでるんですか？5時からガレージでセミナーが開かれるんだよ。何しろ参加費がタダだからね。セミナー？皆さん、こちらですよって来たのおばちゃんだけ？そうみたいだね。適当にそこら辺に座ってて。はいよ、よっこらちょっと。はあ、やっぱこの街だとこうなっちゃうのか。がっかりだ。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブ・ユア・アンビション三菱自動車がお送りします。博士、セミナーって何です？おお、新一、今都会じゃな。仮想通貨のセミナーに若い女の子が大勢集まってるって聞いてな。俺も開こうと思って SNS で人を集めたら来たのはおばちゃん一人だったってわけだ。ああ、おばちゃん博士の SNS をフォローしてるんだ。意外だな。あの人、このガレージのことは何でも嗅ぎ回っているのよ。あの、カオルさんや役所さんは今日は仕事で来られないそうよ。はあ、せっかく引きの強い講師を呼んだのにな。残念だ。こんにちは。あんた、吉本興業のお笑い芸人の田村健二じゃない。はいはい、その田村です。田村さんって焼肉屋のオーナーとか実業家としても手広く仕事をされてる方ですよね。お笑い界に仮想通貨を広めた張本人よね。いやいや、そのことについては説明させてください。まあマンツーマンになっちゃったけど、田村さん、仮想通貨の講義よろしくお願いしますよ。はい、お任せください。じっくり話を聞かせてもらうよ。仮想通貨って最近話題ですけど、はい、何から抑えるのがベターですか？それは銘柄のことですか？銘柄でしょう。基礎知識もそうだし。銘柄ね、まあ、一番有名なのはビットコインです、うん、ビットコイン、イーサリアムで、まあ有名のなり方がちょっとダメでしたけども、ネム。あ、ニュースになってた。はい、580億円も盗まれてしまったというネムで、あとは送金の世界を変えるんじゃないかって言われてるリップル。まあ、この辺りは有名ですかね、昔からある。あと何か知らんですけど、僕のアメリカ人の友達が言ってましたけど、アメリカ人が大好きなのはライトコインらしいです。ライトコイン？ライトコインはビットコインが金なら、我々ライトコインは銀を目指すって言って作ったコインなんですよ。ビットコインが基本だとしたら、ライトコインは枝葉、うん、ビットコインのダメなところをなくしたコインです。まあ、だからもうビットコインが基本なんですよ。一番最初にできたコインはビットコインです。もうこれは間違いなく。ライトコインっていうのはその他もろもろ。その他もろもろと言っていいと思います。あのビットコイン以外のコインのことをアルトコインって言うんですよ、うん、だからビットコイン以外のコインは全部アルトコインです。恐ろしいですね、君主制みたいなね。そう、絶対の王様がいて、まあ、絶対王者はやっぱビットコインです。はあ、それその他アルトコイン、はい、けどもその他の中にはビットコインをしのぐ優秀なコインがたくさんあります。ほうほう、はい、だから僕たちは、まあ、僕は2年後やと思ってるんですけども、この1000種類以上あるコインの中で僕は何種類かしか残らないと思うんですよ。3種類ぐらい。うーん、ざっくりだって覚えられるの 3,、まあ、3つ4つだよね、名前をね。そうですね、何事も、まあ、だから決済、まあ、ビットコインっていうのはもう決済だけ、まあ、お金と一緒ですよね。決済以外にできるようなこともあるんですよ。うーん、はい、まあ、プラットフォーム型って言われてるのがあったりとか、あとは旅行に特化したコインとかいろいろあるんですよ。でそういうのがある中でどれかが残ると思ってるんで、どこにベットできるか、そこは運というか、まあ、勉強してこれが残るって思うやつに投資していただけたらいいんちゃうかなと思います。それはもうスマホ一つでできるんですよね。できます。その芸人さんの中で広められた、もう芸人がみんな、はい、タムケンさんに教えてもらったってよく言ってますけど、うん、何人ぐらいに教えてどのくらい儲けさせてあげたんですか？いつぐらいに？ちょうど1年ちょっとかな。自分が始めた時にこれマジ行くなと思ったんですよ。でね、なんか自分だけがね、なんかこの俺行くの分かっててこれ言わへんってないなと思ったんです。だから僕のもうほんまに心を許す人、もうそんな仲悪い人には言いませんで。でもなんか結構皆さんテレビで言ってますよ。言ってますね。ね、どんだけ許してるんですか心。いや分かんないですけど、僕がまあね口がうまかったかもしれないですけど、なんか僕だけ儲けんの嫌やったから
どうやと困難が今あるんやけど、だから人間が生きてきた中のね、この産業革命ってい いうものね、これ馬から自動車になった時にね、これ一気に生産力が上がり、もう人類は一気に発展したんやと。この産業革命が今このアンタッチャブルやった通貨の世界で起きてるんやでって。それをがっちりマンツーマンでやられるんですか。まあ、周りみんな言ってますよ、いくら買ったらいいですかですよ、ね。はい、だから例えばお兄さんと先輩もね兄さん今日兄さん馬で切ってはりましたよねと。で兄さんの馬乗ってきた馬さっきうんこしてましたよって、あれ誰掃除するんですかと。僕も通貨で言ったら僕も車乗ってます、誰も掃除もせんでええし早く帰れるし、兄さんいつまで馬乗るんですかみたいなね、それもちょっとこう芸人としてはちょっと面白楽しくね、うますぎるっていう馬だけにね、あそんなん言うてたらなんかそれがものすごいこいつ詐欺みたいなみたいなね。いや詐欺も何も僕別に金儲てへんし、誰からも。そうですよね、儲かるわけじゃないしね。儲かるわけちゃうし、ほんでよく言うのは自分が投資してるコインを買わして、ほんでその値段を釣り上げてるって。そんなね数人に買ってもらったからってね。そうなんですよ、そんな後輩ね、吉本の後輩ですって、ね、そうですよね。そんな後輩が三巡に集まって、うん、俺がな眠かえ言うて買ったところで相場なんかピクリもしませんわしないしない。そうそれをまあそんな風に言われ、まあもう散々でしたけどね。まあ、あでも何人ぐらいそれで、うわ、いやもう田村さん買いますみたいな感じで買ったんですか。いや100人いかないか。100はでもスタッフさんとかも含めたらもしかしたら100いってるかもしれないですね。芸能界のもう伝道師ですね。でもほんまに芸能界でも先頭走ってる人とかはやっぱ理解早いですよ。じゃあやっぱり田村さんが一番だった芸能界で。いやその前にやってる人いっぱいいてます。ほんでその前からやってるやつは絶対言わないです。あまりにも儲かってますもんね。あまりにも儲かってます。だって田村さんでその値段だもんね。イソリアム銘柄ですか、はい、いやだって銘柄教えてもらわないと買えないじゃん、ね。いやどれがいいあれがいいっていうのはさすがにねあれですけど、まあ、優秀なのはやっぱりイーサリアムは優秀だって言われてますね。イーサリアムネムも優秀ですよ。カタパルトっていうのが実装されて、カタパルトなんか革命みたいな名前ですね、はい、なんかね車で言ったらターボみたいなもんかながつくと、今まではそのディップルっていうやつが送金速度4秒って言って、めちゃくちゃ速かったんですけど、もうそれを U に超えてくるって言われてますね。4秒、はい、いいよ超えなくて。もう超えなくていいですよね。じゃあその注意することって何かあるんですか。一番はもう本当に余裕のあるお金でしかやらない。超お金持ちはもう言ってくれていいですよ、損したっていいじゃないですか。いいですよねあの人たちはね、はい、でも僕たち庶民はもう絶対に自分がこのお金がなくなっても何の生活にも支障もない、あなくなったか、うん、でも今日は俺まだ飯も食えてるもん、はい、子供学校行かせてるもんっていうぐらいのお金でやってください。定期を崩しちゃいけないと。いけない、貯金を崩しちゃいけない、ね、藤崎マーケットの時になっちゃいけないんです。みんな何ですかそれ。藤崎マーケットの時っていうやつが僕教えたんですよ。で最初1万円だけ買ったんですよネム、うんうん、ほんのあいつが買った時とっても良くて、僕が教えた時が、はあ、もうねみるみる1万円が増えていくわけですよ。え何これ1万円がこんな増えていくんやから俺もっといかない言って、いきますよ普通。貯金崩していきよったんですよ300万。うわ、ほんなら盗まれよったんですよ。えあれコインチェック帰ってこないんですか。で、彼はでも保証あの時はもう全財産なくなりましたとか言って、よーテレビ出てましたけどね俺を悪者にして出てましたけど、まあ若干マイナスにはなりましたけども、保証88円ですか、うん、でネム返ってきたので、聞いたら、まあ、300万放り込んだけど280万ぐらい返ってきたって言ってましたね。あ、はい、そうでしたか。そうなんです。まあ、でもそんなこともあるのでご自分で判断して、本当に投資は自己責任でこれはやっていただきたいと思います。これは鉄則です。はい、はい、先生。
菱自動車ピートの不思議なガレージ。路面の状況を意のままに感じ取れたら、車はもっと自由になる。三菱の新しい SUV エクリプスクロス。ということで本日は道の気持ちを感じ取るをテーマに、その道の方にお話を伺います。まずジャリミスさんです。どうも。そして雪道さん、はじめまして。どうですか、道として伝えたいことはありますか？はい、私って本当に滑りやすいんですね。雪ですから滑るぞって油断せず走ってほしいんです。砂利道もね、やっぱりカーブなんか特に制御しづらいんでね、気付けやといつもハラハラしてますね。そこでこの技術、スーパーオールホイールコントロール。道とドライバー分かり合えれば運転はもっと楽しくなる。それができるエクリプスクロスっていう SUV はいいですね。素晴らしい。では今日はこの辺で。三菱エクリプスクロスの提供でした。この道で合ってるかな。滝沢カレンさん、運転気をつけてくださいね。あ、三菱 EK シリーズは全車種サポカー、軽自動車初、歩行者への踏み間違い衝突防止アシスト機能も搭載。サポカーで EK、 作動には一定の条件があります。詳しくは三菱のお店で。仮想通貨って面白そうですね。わわ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 、すごい、天才だ。え、あの天才って誰が？俺に決まってるだろう。やっぱり俺は今素晴らしいアイデアを思いついた。なんです、アイデアって？こうしちゃいられないな新一、便利カーで出かけるぞ。ついてこい。マリア、田村さんとおばちゃんのフォローは頼んだぞ。任せて。あ、ピート、おいで。じゃあまずはだ、仮想通貨の代表ビットコインの歴史を見に行こう。ビットコインの歴史って10年もないんじゃないですか？その10年が結構波乱万丈だったんだ。それでは2008年に向かって Here we go。 If youever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Fly with me down Route 66.だ、どこです、ここは？それは言えないな、サイバー空間とでも思ってくれ。誰に会いに来たんですか？それも言えない。あの、どういうこと？とにかくだ、どんな時代のどんな言語も翻訳してくれる都合のいい装置をつけておけ。はあ。やあ、博士。おや、その声は中本くんだね。ああ、中本だよ。新一、こちらは全ての仮想通貨の元になる論文を2008年にネットに発表した中本聡くんだ。なんだ、名前があるじゃないですか。中本ってことは日本人ですよね？それは言えない。え、偽名ですか？それも言えない。彼は正体を一切明かしていない。日本人ともイギリス人とも言われている。個人なのかグループなのかも不明だ。だがビットコインが彼の論文をもとに開発されたことだけは確かだ。そういうことです。中本さんは仮想通貨の概念をどこから発想したんですか？それは言えない。何の目的で開発したんですか？それも言えない。もう言えないだらけだな。では我々はこれで失礼するよ。さよなら博士。何この会話。あの人実在するかどうかも疑問になってきましたよ。でも実際の話、中本聡は現在ビットコイン全体の約 6%、 約8000億円を所有していると言われる。大金持ちじゃないですか。だから正体を明かせないんだろう。では次はこれから2年後の2010年のアメリカ・フロリダだ。
2010年のアメリカフロリダ州ジャクソンビルに到着だ。ピザ屋の前だ。看板にパパジョンズって書いてある。ピザを配達する車が出るところですね。よく見ておけ。あのピザが歴史上初めてビットコインで買われたピザなんだ。早速後を追ってみよう。パパジョンズです。はい、ご苦労さん。スパイシーイタリアンとザーミーツ2枚で22ドルになります。じゃあチップと合わせて25ドル。はい、マイラリー。なんだ、現金で買ってるじゃないですか。買った人に話を聞いてみろ。すいません、通りがかりのものですが、そのピザビットコインで買ったんじゃないんですか。君、通りがかりにしては事情通だね。僕は5日前、この町に住むラズロ・ハニエツというプログラマーがネットに1万ビットコインとピザを交換しないかというジョークを投稿しているのを見つけた。で、そのジョークに付き合って今届いたピザをこれから彼のビットコインと交換しに行くんだ。1万ビットコインっていくらですか。今のレートだと20ドルくらいかな。20ドルは約2000円だから、1ビットコインは 0.2 円ってことか。あの若者、ピザ2枚を1万ビットコインと交換するそうですよ。1万ビットコインは当時のレートでは2000円だが、今のレートだと80億円だ。80億円、高っ。これが仮想通貨で物が買われた最初の事例だ。今でも毎年5月22日はビットコインピザデーと呼ばれ、ビットコイン所有者はピザを食べて祝っている。そんな日があるんだ。ではお次は地中海の島国キプロスの首都ニコシアに飛ぼう。時代はこれから3年後の2013年3月だ。前で人が騒いでますよ。ちょっと窓口開けなさいよ。金を下ろさせろ。誰かいないの。係を出せ、金返せ。何事ですか。高金利を売りにロシアの金持ちから多額の資金を集めていたキプロスの銀行が不良債権で身動きが取れなくなって取り付け騒ぎが起こったんだ。向こうのカフェでのんびりこっちを眺めてる人がいますね。あの人もロシア人みたいだけど。話を聞いてきてごらん。あなたもロシアの方ですか。ああ、そうだよ。あなたはここの銀行にお金を預けてないんですか。預けてたよ。それにしては落ち着いてますね。心配ないさ、全部ビットコインに変えてあるからね。彼のように危険を察知して財産を事前にビットコインに変えた資産家は銀行が閉鎖されても金を簡単に母国に送ることができた。ビットコインは銀行や国に縛られない通貨だからな。そっか。キプロス危機を境にビットコインは世界的に注目度が高まり、この年の暮れには1ビットコインの価格が12万1521円まで上がった。2010年は 0.2 円だったから、3年で価値が60万倍に跳ね上がったってことか。すごいな。ビットコインはな、本来送金の利便性に特化した電子マネーだが、これだけ値が上がると投機の対象として注目されるようになる。では次は1年後の2014年の東京に飛ぼう。2014年2月の東京千代田区の弁護士事務所に到着だ。若い太った外国人が記者会見してますよ。申し訳あります。なんだっけ、システムに弱いところがあって、ビットコインがいなくなって、みんなに結果でご迷惑をかけてしまって、本当に申し訳ありませんと思います。これマウントゴックス事件のお詫び会見ですよね。そうだ、
2014年2月当時、世界最大のビットコインの取引所だった日本のマウントゴックスで約75万ビットコイン、当時のレートにすると450億円分の消失が発覚する事件が起こった。覚えてますよ。この事件でビットコインは日本でも一躍有名になりましたよね。この3ヶ月前、中国政府が金融機関のビットコインの取引を禁止したこともあって、ビットコインの価格は4万5000円台に落ちる。あら。次は2017年秋の東京だ。ガラス張りのおしゃれなカフェの前に出ましたよ。かわいい猫ちゃんね。抱いてもいい？はい、どうぞ。ついでに私もどうですかな。何よこのトサカ親父。ああ、しまった、興奮してトサカを出していたか。ああ、あの今の女の子カフェに入っていきましたね。うん、あのカフェで開かれているのが最初に話をした仮想通貨セミナーだ。ああ、これをやりたかったんですか。だって中をよく見ろ、参加者はほら可愛い女の子ばかりだろう。ああ、確かに。あ、今講師が前に出てきて喋り始めましたよ。講師も若いですね。仮想通貨は若い世代のものだからな。あなた方は銀行に搾取されています。ビットコインは銀行に縛られない自由な通貨です。その広がりは誰にも止められません。結構過激なこと言ってますね。ビットコイナーの多くは国や銀行にコントロールされることを嫌う自由主義者だからな。パソコン黎明期のハッカーみたい。ああいう人たちが新しい時代を作るのかもしれないぞ。確かに。ビットコインは2017年1年間で8万8836円から221万4558円まで最大25倍も上昇した。そりゃみんなセミナーに通うわけだ。ビットコインだけじゃないぞ。他の仮想通貨、イーサリアムが100倍、ネムが289倍、リップルが342倍と軒並み急上昇した。この前見た17世紀のオランダのチューリップバブルみたいですね。2017年の仮想通貨は17世紀のオランダのチューリップを超える人類史上最大のバブルと言われている。すごいな。それじゃあ現代に戻ってビットコインの話の続きを聞くとしよう。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。ばあちゃんお話読んで。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。うんうん。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に、三菱デリカ D5 で行きました。なんで D5? 川辺の道はぬかるんでるから 4WD は欠かせないでしょう。ああ、おばあさんが洗濯をしているとどんぶらこと大きな桃が流れてきました。おばあさんはその桃を三菱デリカ D5 に乗せて帰ると。なんで D5? 荷室広いでしょ。ああ。桃から生まれた桃太郎はある日鬼退治に行くから三菱デリカ D5 を貸してほしいと言いました。なんで D5? 犬猿キジを乗せて険しい鬼ヶ島を登るには広い荷室に 4WD クリーンディーゼルで鬼ヶ島の環境にもいい。そういうこと。よかった、家に三菱デリカ D5 があって。めでたしめでたし。でもおじいさんは山へ芝刈りに徒歩なの？あるじゃない、特別使用車のジャスパーか。1500ワットの電気を生む SUV、 それはまるで大自然をかける発電機。アウトランダー PHEV が電気の力でアウトドアをもっと面白くする。あなたならどう使う？プレイニュー、好奇心の電源を入れよう。三菱アウトランダー PHEV。さあ、品川区西五反田にある株式会社電園の前にやってきたぞ。博士、お待ちしておりました。石原さん、お久しぶりです。新一、こちらは株式会社電園取締役の石原良一さんだ。
石原さんはな、ビットコインの元になるブロックチェーン技術の専門家なんだぞ。新一です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。石原さん、この新一にビットコインの基礎技術について教えてやっていただけませんか。はい、いいですよ。新一、ここで石原さんのお話を伺っていろ。俺はちょっと行くところがあるからな。え、行くところって？まだわからないのか。チューリップバブルを超える値上がりだぞ。2010年に行ってビットコインを10万円分買ってくれば今なら4000億円だ。あ、悪の天才だから。天才だって言っただろう。あはー、石原さん。ちょっと私は行くところがありますんで、これで失礼いたします。あ、はい。あの、石原さん、ブロックチェーンっていうのはどういう技術なんでしょうか。はい、たくさんのコンピューターがですね、お互いにあるデータを持ち合って、で相手が改ざんしてないねっていうことをお互いに監視をし合いながら新しい情報を追加して管理していく仕組みですね。たくさんのコンピューターで監視をしているっていう、はいはい、そうですね。でみんなで台帳と言われるデータをですね、共有をして管理をします。でその台帳が帳簿のイメージなんですけれども、そこに書かれている情報っていうのがですね、みんなで同じものが見えている状態ですね。でなぜ同じものが見えているかというと、新しい1ページを追加したい人がそれをコピーを取ってみんなに配るからなんですけれども。それはこのデータの中でのイメージということですよね。はい、そうですね、はい、で、みんなが配られたコピーをファイルに閉じていって、みんなで同じファイルを持ってますねっていう状態を保っているっていうのがブロックチェーンですね。みんなでこう同じもの、同じ記録を持つことによって、そのメリットっていうのはどんなところなんでしょうか。みんなで同じものを持ってるので、誰か一人が過去のページをちょっと書き換えたりとかでやってもですね、あのみんな他の人が残りの全員が違うコピーを持ってるので、あ、ズルしましたねっていうことがすぐに分かると。でビットコインはそのページの中に誰から誰にいくらお金を送りましたよっていう情報が入ってますので、それを勝手に書き換えて自分宛に10万円送ってくれましたっていうのを勝手に書いても、まあ他の人みんな違う記録を持ってるのですぐに分かると。これビットコインとブロックチェーンの技術っていうのはもともとはどっちが先に生まれたものなんですか。そうですね、あのビットコインという仮想通貨を作るために考え出されたのがブロックチェーンという仕組みになります。それこそあの仮想通貨の場合だと、うん、ある程度台帳にこう書き込んだ後にみんなでチェックし合うんですよね。はい、はい、そうですね。マイニングというプロセスがあってですね、一定の数の一個一個の記録が、まあ、トランザクションという単位なんですけれども、そのトランザクションが一定の数になってきたら、それを一つの塊にして、ここの部分が確定しましたよという形で確定させる作業のことをマイニングというふうに言います。確定させるっていうのはどういうことなんでしょう。はい、1個のブロックの中にどのトランザクションが入りますよ、でそのトランザクションっていうのはこういう内容ですよ、あとトランザクションの中身が正しいっていうことは自分がチェックしましたよっていうことを誰かが証明をしてですね、でその情報をみんなにコピーを配るっていう作業になります。トランザクションっていうのは取引履歴みたいなものなんでしょうか。はいはい、そうですね、取引履歴の一件一件のことを言いますね。じゃあいっぱいあるこの取引、はい、もうこれが正しいかっていうことをチェックする。はい、そうですね。誰かから誰かに、 A さんから B さんにお金を送りましたっていう記録の一件がトランザクション一件という形になるんですけれども、それが本当にもともとその A さんが自分の残高としてそのお金を持っていたのかどうかをチェックもしますし、 B さん宛に送っていいのかどうかっていうのもちゃんとチェックをすると。でそのチェックが全件についてできているものを一つのブロックとして固めてチェック済みですっていうことでみんなに配るっていうのがマイニングという作業ですね。このマイニングっていう作業はいろんな人がやるんですか。うん、そうですね、世界中にすごい数のコンピューターが動いていて、みんなが競争でやっています。あ、そうなんですね。でコンピューターで自分のコンピューターの計算力を提供して、そのマイニングってみんなのためにその帳簿を順番に確定させていく作業をしていくんですけれども、まあ、ただそのコンピューターのリソースを提供しますよっていうだけじゃなくて、
その順番で競争して自分が勝てればその確定をしたっていう報酬がもらえるような仕組みになっていまして、その報酬っていうのは、報酬がですね、ビットコインだとブロックが10分に1回ずつですね出来上がるように、そんなにたくさんできるんですって、はい、コントロールされてるんですけれども、うん、その10分に1回のブロックの確定をした時の報酬っていうのが今のタイミングでいうと 12.5BTC という報酬がもらえるようになっていて、だいたい今のレートだと1000万円ぐらいですかね。すごいちょっと待ってください。それ一つのブロック10分に1個できるやつの確定するとそんな報酬が出るんですか。そうですね、それ知らなかった。その代わり全世界で専用のコンピューターが何十万台何百万台という感じで競争して掘り合ってます。一番になるためには相当なパソコンの例えばパワーであったり電力でも必要になってくるんで、パソコンではですねもう遅くて対応ができないので専用のコンピューターがですね売られてます。そのマイニング専用の、そうですね、はい、これマイニングっていうのは言葉としてはどういう意味なんですかね。もともとは採掘を意味する英語なんですけれども、くじみたいな仕組みを作ってまして、1ページ確定するのにデータがまずは確定した後で暗号化をそれでするんですね。で暗号化をした結果というのがランダムな英数字が出てくるんですけれども、はい、それがたまたま頭に0が十何桁か並ぶ結果になるまで暗号化を繰り返しましょうという仕組みになっていまして、でそれがくじ引きみたいなものですね。そのブロックの確定したデータにちょっとだけ毎回書き換えられる領域があって、そこをちょっとずつちょっとずつ数字を書き換えながら何回も何回も暗号化をしてくじを何回も何回も引くような感じですね。ちょっと確定するじゃないですか、まずこの取引を、はいはい、それをまず競い合うんですよね。ですね、みんなでまずは勝手に自分の取引をトランザクションとして発行というか宣言をするんですね。でそうするとそれがマイニングされていない確定していないデータとしてコンピューターの中に溜まっていきます。でその中からマイニングをする人っていうのは自分の好きなものをいくつか選んで、でこれをじゃあ次の1ページには台帳には加えようっていうことで取り出してきたものを確定するときにそのマイニングというランダムな数字を付け足して暗号化をして、指定された暗号結果が出るまでですね何度も繰り返して正解になったらみんなに配るという流れになってます。でそれでみんなに配れるっていうことになったときにその報酬が受け取れるっていうことなんですね。そうですね、はい、ですのでくじ引きで一番初めに当たった人が報酬をもらえるという形になりますね。なんかくじ引きってなると、うん、運の可能性も出てくるような気がするんですけど、はい、そうですね、はい、そこにわざと運の要素を混ぜていまして、ただ計算が早いっていうことだけで勝てるようになってると、うん、一番たくさん早いコンピューターを集めた人が好きなように自由に自分の取引を勝手にみんなからじゃあ1万円ずつ自分のところに払ってねっていうのを勝手に作ったりとかができてしまうので、あそういうことができないように運の要素もですね、次に誰がページを確定するかがあらかじめは分からないようにですねなっている仕組みですね。なるほど。Vamos a dejar que pase esta tormenta de soledad, que la lluvia caiga a calmar la sed.Este suelo se colocó por beber, que la lluvia caiga sin piedad, que borre la tristeza de tu mirar, que inunde los rincones de tu pesar, que entre en nuestra casa, déjala.もしもし、マリアよ。新一です。今、マリアさん一人ですか？おばちゃんも田村さんも帰ったから、私一人よ。ダーリン、どうしたの？マリアさんにお願いがあるんですけど。私にお願いなんて珍しいわね。何？それが、実は博士が…戻ってきたぞ。ビットコインは買えましたか？あーバッチリだ。でもガレージに戻る前にもう一人だけ話を聞いていこう。
中央区日本橋にある株式会社 DMM ビットコインの前に来たぞ。博士、お待ちしてました。お出迎えすみません田口さん。新一、こちらは DMM ビットコインの代表取締役田口仁さんだ。 DMM ビットコインってローラが CM してる会社ですよね。その会社です。田口さん、この新一にビットコインの買い方について教えてやってもらえませんか。はい、いいですよ。よろしくお願いします。たくさん、実際にそのビットコインを含めてその仮想通貨を買いたいと思ったらまず何をしたらいいんでしょうか。日本で購入されるというふうなことであると、まず日本円から仮想通貨を購入されるというふうなことになると思います。そうすると、まず買われるときには日本で営業行為をしている仮想通貨取引所だったり仮想通貨交換所というふうなところで購入していただくというふうなことになるということになりますね。それは田口さんがやられているこの DMM ビットコインであったり、そうです、そうです、ビットフライヤーとか、その名前だけ聞いたことあるんです。そうですね、うん、今16社登録されている会社があって、取引高であったり業歴が長かったりという中で非常に代表的と言われているのがビットフライヤーさんだったり、財布さんであったり、コインさんであったり、あと GMO コインさんであったり、その他16社ぐらいある。でその中の1社が私どもの DMM ビットコインでもあるということになりますね。この登録っていうのはどこかに登録がしてあるってことなんですか。そうですね、例えば証券会社であると金融商品取引法というふうな法律があって、それに基づいて証券業としての登録を、関東財務局だったり財務局だったり金融庁であったりに登録をするというふうなことになるんですけれども、仮想通貨交換業についても資金決済法という法律に基づいて仮想通貨交換業を登録するというふうな制度があって、その制度に基づいて金融庁ないしは関東財務局に登録をしているというふうなことになります。すごい単純なイメージだと、こう登録してあればこう安心できるっていうことなんでしょうか。そこは必ずしもそうは言えないのかなというふうに思います。登録してあることが例えば安全であるであったりお墨付きを与えているというふうなことでは全然なくてですね、そこは自分の買いたい仮想通貨がどういったものなのか、で例えば自分の大事なお金をですね預けるということになるので、その預けようとしている仮想通貨交換業者はどんな会社でどんな資金力を持っていてどんな財務体質で安心ができるのかどうなのかというふうなことはしっかりと会社も情報開示をしているので確認をいただいた上で、自分にとって安心安全だというふうなことを確認いただいた上で取引をいただくというふうな必要があると思います。なるほど。ちなみにその口座を開設するっていうのは当然インターネット上でやるわけですよね。そうですね、はい、例えばスマートフォンであっても入力がしやすいようなインターフェースというのはしっかりと使わさせていただいてはいるんですけれども、一つは金融業の端くれというふうなことでもあるので、金融業の人がやらなきゃいけない本人確認というのは実は法律で定められていて、法律で定められています、はい、で一つ重要なのは犯罪収益移転防止法というふうなことで、AML CFT というふうに呼ばれたりするんですけれども、難しい、簡単に言うと犯罪者の資金であったり不正な取引の資金があった場合にそういったものをこう凍結するであったり取引ができないようにしていくというふうなことを、しなきゃダメですよというふうな、それをこう金融業に対して課している部分、金融業とそれ以外の業に対しても課しているんですけれども、これは警察庁が主管している分野で、これに基づいてご本人確認のためという意味では氏名、住所、生年月日、あと電話番号といったものをちょっとお伺いしたりだとかして、あとはもう生年月日っていうふうなところで言うと、やはりこう非常に若い方、未成年の方であったり高齢の方で、例えば危険性に対してしっかりとして理解ができていない状態の可能性がある方は、例えばお口座開設をお受けしなかったりっていうことがあるので、そういった生年月日みたいなもので、あと投資の経験というふうなことで、例えば株取引はどれぐらいやられたことがございますかだとか、株の信用取引はやられたことがありますかであったり、あと外国為替証拠金取引やられたことありますかだとか、そういった投資経験のあるなしであったり、投資経験がある場合には何年ぐらいのご投資経験があるのか、そういった部分をお伺いしたりだとかっていうふうなことをしたりしています。そこから次はお金をそこに入れていくわけですよね。はい、例えばもうすでに仮想通貨を持ってるよというふうなことであれば、仮想通貨をお預けいただいてそれを売却するというふうなことからスタートすることもできますし、いや初めて買うんだっていうふうなことであれば、まずは銀
銀行からご資金を僕らの方の口座に振り込んでいただくっていうふうなことが必要になります。例えばその初めて例えばビットコインを買ってみて、うんうん、ビットコインがちょっと値段が上がって、はいはいはい、売った時に例えば1000円2000円とかこう、はいはい、儲けが出たりするじゃないですか、はいはい、じゃあこれをまた自分の銀行口座に戻そうっていうこともできるんですか？そうですね、口座開設時にはいただかないんですけれども、口座開設後にはご出金いただくときにはご出金口座を登録していただいて出金するということができるようになっています。で、一つ注意していただきたいのは、日本のにある銀行でご本人と同じ名義の口座でないと出金ができないというふうな形に一応制限をしているので、はい、ご自身の名前の銀行口座に出金していただくというふうな形ですね。その形を取っていただければなと思います。そうか、例えば誰かのとか家族のとかっていうところにはできないってことですね、はい、同居の家族の方であれば可能というふうにしているケースもあるんですけれども、やはり成人されていて学生さんとかではなくて、やっぱりご自身で口座を持たれているんであればご自身の口座にしていただくっていうふうなことが望ましいし、その形を基本的には原則そういう形にしていただいてますね。はい、例えば2000円こう儲けた分っていうのは、はいはいはい、当然その、ま、税金もかかってくるわけですよね。そうですね、今税金としては例えば利益が出た場合にそれは雑所得というふうな位置づけになります。で、雑所得という位置づけになって20万円未満であれば申告の必要なしっていうふうなことになっています。で、20万円を以上の場合にはこれ確定申告をする必要があって雑所得として処理をしながら税金を納める必要があります。じゃあその辺もしっかりと考えた上で、そうですね、やった方がいいってことですね、はい、それはもう利益が出て現金化して使ってしまったら次の年になったら税金が払えないっていうふうなことはやっぱり避けていただく必要があるので、しっかりとそこは注意していただく必要があるのかなというふうには思います。なるほど。三菱自動車ピートの不思議なガレージ、サポカーでいいけ。さあ、では滝沢カレンさん、目の前のシュークリームから一つ選んでください。絶対どれか辛いやつですよね。さあどうでしょう、それでいいんですね。じゃあやっぱりこっちにします。それでいいんですね。じゃなくてこっちの別のこっちにします。それでいいんですね。どうしよう、これにしようかな。それでいいんですね。ちょっと怖いんですけど。実はどれを選んでも安心です。え？どれを選んでも安心です。三菱 EK シリーズは全車種サポカー、軽自動車で初めての歩行者への踏み間違い衝突防止アシスト機能も搭載。どれを選んでも安心、サポカーでいいけ。作動には一定の条件があります。詳しくは三菱のお店で。さあ続きまして、お寿司が出てまいりました。またですか。ミニバンじゃたどり着けない、 SUV じゃ積みきれない。さあプレイザーネイチャー、三菱デリカ D5 ジャスパー登場。もっとアウトドアへ。でただいま。あれ、何事だ、ガレージがないぞ。あ、ガレージどころか屋敷もない、ただの空き地だ。あれ、何があったんだろう。俊一、マリアもいないぞ、どういうことだ。あそこに墓がありますよ。え、墓碑名が書いてある。何何、博士青年不詳2013年没だって。俺の墓。大変です、博士。今スマホで調べたらウィキに博士のことが載ってます。なんだ、博士殺人事件。郊外の丘の上に住む科学者の博士が2013年ビットコインの急上昇で得た巨額の金で法灯の限りを尽くし、それを妬んだ隣の中年夫人にトンカチで殴り殺された事件ですって。俺隣のおばちゃんに殴り殺されたのか。
ああ、きっとバックトゥザフューチャー2のビフみたいにタイムマシンを使ってズルして金儲けをしたら歴史が悪い方に変わっちゃったんですよ。こうしちゃいられないな。ああ、博士、どこに行くんですか？便利カーで2010年に戻ってビットコインを返してくるんだよ。博士！マリアさん、出てきても大丈夫ですよ。やれやれ、地面に潜って隠れていたから泥だらけになっちゃったわ。屋敷もガレージもどうしたんです？縮小光線を当てて草の中に隠したわ。お墓とネットのページも短い時間でよく作れましたね。そんなのお茶の子よ。でも新一、なんでこんなことを？僕、大好きな博士にタイムマシンをお金儲けに使ってほしくないんです。そんなことしなくても本当の天才なんだから、いくらでも儲けられるでしょ。新一って優しい。そういうところ好きよ。マリアさん、どういうことだい？さっきまで私が行ってた隣のガレージが消えちゃったよ。屋敷もない。何があったんだ？ネットに何か出てないかね。あ、あったあった。何何？博士殺人事件？5年前に私がトンカチで殴り殺したの？覚えがない。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブ・ユア・アンビション三菱自動車がお送りしました。ここで番組からのお知らせです。今週はいろいろあったけど、番組ロゴ入りのコールマンのホットサンドクッカーはちゃんと3名様にプレゼントします。家でもアウトドアでも美味しいホットサンドが簡単に作れる、とっても便利な道具ですよ。大変だよ。私博士をトンカチで殴り殺しちゃったよ。その記事なら私が作った冗談よ。博士はピンピンしてるわ。ガレージよ、屋敷はどうしちゃったんだい？博士がプロジェクションマッピングの実験をしてるのよ。空と同化して消えたみたいだったでしょ。なんだ、そういうことかい。あれ、それはなんだい？ホットサンドクッカーです。私欲しかったんだよ。脅かされたお詫びに一つもらってくよ。ダメよ、ちゃんと応募しないと。どうすれば当たるのさ？番組サイトからメッセージを添えて応募してください。こうしちゃいられない。早く帰って応募しなきゃ。